ありがとうございました。じゃあ、何か質問とか。はい。はい、あ、すみません。今のお話とちょっと直接関係あるかどうだかわからないんですけれども、はいはいはい、スイスって憲法がしょっちゅう変わるって聞いたんですよね。はいはいはい、何回も変わってるって、はいはいはい、それっていうのは住民投票とかそういうのとは関係ないんでしょうかね。関係、国民投票にかけられます。憲法を変えるときは、はい、署名が集まらなくても必ず、国民投票しなきゃいけないんです、ね、でそういう、まあ、国民投票も2種類あって、国民が、議会に対してこれちょっとどうだよみたいな、さっきの、高速道路の事例みたいに国民が議会に出す。で今度憲法改正の時は議会が国民にどうですかって聞かなきゃいけない、絶対やらなきゃいけない国民投票があるので、それはそうですね、関係あるというか、まあ、そういうふうになっています、はい、要はそれごとに国民投票にかけられているということですね、憲法。はい、なんでそんなに、憲法がよく変わったり、それから住民投票がしょっちゅう月に1回とかね、言うほどあるのかっていうのは、その背景は何だとお考えですか。背景は、まあ、国の成り立ちというか、言語がまず4つあるわけですね。でその地域地域で自分たち のアイデンティティもありますし、その考えてることも違うんですけれども、そういう人たちがその一緒になったっていう時に一緒に国を作っていこうという時にやっぱりいちいち全部聞いていかないとそのいけないということをまず決めたんですね。でそのまあ国柄というか、まあ、人種もいろいろいますし、だそういった人たちにきちんと聞きながら国の政治を進めていくというのが一応スイス その生き残る道というか、スイスがスイスであるアイデンティティに近いものをスイスの人たちは持っています。ありがとうございます。前にちょっと聞いただけなら詳しいことは分からないんですけど、スイスの憲法って日本の法律に近いような感覚があるとか、日本の憲法とはちょっとなんか違う、もう少しニュートラルな細かい、はいはいはい、その話を聞いたことがあります。ちょっと僕スイスの憲法がどんな風になっているのかっていうのはちょっとわかんないですけど、若干とこう補足しますと、はいはい、憲法というのはいわゆる構成憲法、硬い性とか、はい、構成憲法と、はい、軟性憲法、軟性柔らかい憲法、両方2つあるんですね、はいはい、で日本は構成憲法です。それはなぜかというと今の、憲法解釈の議論を、皆さんご覧になっていて分かる通り、まずその国会議員の発議、もう3分の2以上の発議が必要だっていうところで、まず非常にハードルが高いっていうところがありますね。でそれで非常に日本の憲法っていうのはもともと変えにくいというところがあります。ところがスイスの憲法は軟性憲法といって、まあ、そこのハードルが低いんですね、うん、だからしょっちゅうその細かいところをその国民投票で変えていけるっていうところがあるかと思います。ありがとうございます。じゃあ他に何かありますか、質問。あ、すみません、はい、原発国民投票があったヨーロッパの国で、はい、国民投票する前に、はい、広告合戦というか賛成派と反対派の、はい、そういうのをやったんですか。例えばテレビにスポットを合わせたとか、はいはいはい、市民運動はどんなふうに宣伝したのか。そうですね、ブルガリアの場合は結構チラシが出回ったりとか、あと、まあ討論会だとかそういったものが、よく見られました。ただ、まあ、投票率という結果ではそう、20% だったんですけれども、それは市民側が企画した。そうです、市民側も出しますし賛成側も出しますし、政府が何かをやったこともあるんですか。政府は要は冊子というか一応両者の意見を載せたものみたいな形ですね。で、そうですね、まあ、チラシ、討論会、まあ、テレビですね、テレビだとかそういった形 そうですね。ただリトアニアの場合は国政選挙と同じ日だったんですね。
国政選挙と同じ日だったので、あの議会とか政府はもう自分たちの政党の選挙のことでいっぱいいっぱいで、あの原発反対派のがどういう動きをしているのかっていうのがこう本当に見えづらいような形で、あの、まあ、ポスターとかも見つけるのもすごいこう苦労したというか、そういった経緯が、あ、そういったような感じでしたね。はい、はい、あの、まあ、おそらくあの、街角でとか、あるいはあの大学校内などで、はい、いろいろあの、はい、あの政治についてとか、政治について、あの、はい、一般的なことをあのいろいろあのお聞きになったと思うんですね、インタビューを、はいはいはい、それであのその日本の一般の人たち、うん、あの政治に関わる人たち、あの専門家と、それから市民でもあの政治に関心があって、まあ、市民運動だとか、あの、まあ、労働運動だとかやってる人、そういう人と、それから本当にこう無関心、関心があるかもしれないけど全くこう無言というのか、あの日常的にもあの友人知人ともそういう話が出ないというのが、そういう人たちがこう分かれちゃって、うん、あのいると思うんですね、日本では、はいはいはい、それでその感覚がどんな感じか、こう街でこうちょっとあの聞いたりした時に、はいはい、その返ってくる答えが、はい、あの日本とどういうふうに違うか、そうですね、あとの学校の教育の中で政治がどういうふうに問題化されているか、はいはい、いろんなこと、そうですね、まあ、あのヨーロッパにもあの無関心層はいてっていうか、ある一定数はいるんですけれども、やっぱりそのやっぱ声かけていった感じで、あのやっぱり皆さん関心を持っている、関心を持っている、要は国民投票とか住民投票についてあの言って、で、まあ、それについてやっぱ一人一人がきちんと意見を持っているし、そうです、受け答えもされているなというふうに思いました。で、まあ、僕ドイツであの政治についてとかやっぱり話をしたりすると、やっぱその話がもう好きなんですね、向こうの人たち、こうなんていうんですか、こう議論を楽しんでるというか、やっぱりこうもう娯楽としての議論というか、もうそれに近い、例えばあのなんか分かりやすい例というか、あの例えば日本人の日曜日にあの例えば『笑点』見て、『サザエさん』見て、あの大河ドラマ見て、でまあみたいな、そのが例えば日本の、まあ、ある一日だとすると、ドイツ人はその、まあ、日曜日にテレビ討論を見て、でその後家族であのその討論番組についてとか、あのまあいろんなことについて議論をしたりするのを楽しんでるというか、もう娯楽としてそういうことをやるっていうのは、すごい感じました。要は僕が遊びに行かせ、あのご飯とかに呼んでもらって行ったりすると、なんか日本はどうなんだみたいな、なんか福島どうなんだとか政治家どうなんだみたいなのがこう問題意識っていうよりはもっとこう楽しんでる、そういうような感覚がすごいあったな。まあこれはドイツの例ですけれども、そうですね、あと何でしたっけ、そう、教育はまああの特に変わりないというか、日本でも政治について学びますし、ディベートとか最近はやったりしますし、で向こうで特別に何かやってるのかっていうと、いやそんなあの教育でそんなにあの政治についてとかやった記憶はないっていうふうに言ってて、で、あ、そんなに、でも家族はやっぱり全然違う、家族で要は政治の話をするとか、そういったことはあの、聞きましたね、うん、だから教育でやってるっていうよりなんかもう文化に近いのかちょっと分かんないですけど、そうですね、そういった印象ですね、うん、はい、あ、はい、さっき言ったロマンのところで、はいはい、知って議論をするっていうのが、はいはい、まあ、これからのね、は
はい、なんか日本人ってあの、まあ、こういうところにこら、ね、いらっしゃってる方は、まあ、意識高くてあれなんですけど、はい、あのなかなか議論を例えば政治の話をしようと思うのもなんか惹かれちゃうというか、うん、どういうふうに巻き込むのはよろしいんでしょうか。知るって言っても、はいはい、なんか本当にメディアが、ね、なんか忠実じゃなかったり、うん、もうそれがなんかこう、うちはこの仕事だからって考えてる人がそっちの方に流されちゃうので、はい、かといってなんかこっちがね、あの変に操作したりするのもあれなので、うん、その辺の議論の土壌を作るための、はいはい、何が必要か。そうですね、まあ僕はやっぱりその決定権があるから初めて議論をすると思うんですね。で今じゃあ原発に反対って言って何ができる、原発に反対だっていうその自分が意見を持った時に何ができるかっていうと、まあデモに行ったりとか、まあそれでいいんですけど、あの要は決定権がないのにそのことについて話をしてどうするのっていうことが一方で あると思うんです。でその今現状であの議論が少ないっていうのはもちろん僕もそう思ってますけど、それをその打破するのが住民投票だと思ってて、っていうのはその決定権があるから、やっぱこれがすごい大きいと思って、決定権があるから議論をするし、議論をするためにはやっぱいろんなことを知ってたりその知ろうとするし、その土台になるのがやっぱり決定権があるっていうことなんじゃないかなというふうに思います。その要は議論するためにはやはり決定権が必要だっていうふうに思うんですね。全然腑に落ちてない感じが。いや、ただ結局日本人、うん、はいはい、なんか言ってでもどうせってこう、はいはいはい、最終的に諦めとか、うんうんうん、なんか虚しいっていうのが、はいはい、あったらなんか、うん、なんか話したでしょうがないですよ。なんかそんなこと考えても無駄じゃないかとか、もっと楽しいこと話そうっていうことになっちゃうのは僕の気持ちわかるというか、うん、どうしようもないっていう感じで、ね、はいはいはい、集まって話しても、うん、結局ね、だから国民投票や住民投票があるのよって言ってもなかなか乗ってこないですね、うん、実感がわかんないですよ ね、はい、でね、私ね、あの欧州やないならね、その選挙と同時にその国民投票ができるっていう、それはいつ頃からどうやってそういうことになったのか、それがとってもあの知りきたいつ頃からどうやって、それからどうし、はい、戦いとってもものなのか、住民からのどういうあれでなっていったのかって、それがよくわからないんですよね、うん、戦う、まあ、だからこういう要求を、市民の要求が出て、はいはい、そういうことになっていったのか、うんうん、なんかその辺がね、日本と全然違う、うん、日本はこれからでしょ、うん、そうですね、まあ、じゃないですか、そのまあ、こう民主主義自体もやっぱり、日本もその成長段階というか、昔はあの税金15円以上納めてないとダメ、それが3円になって、男性はみんなになって、それから女性にもなって、でまあそのちょっとずつのこう途上ので、まあもちろんヨーロッパでもその同じようにその段階を踏んでというか、まあもちろんその闘争とかもあったでしょうし、うん、選挙と同時にできるってことがね、はい、いいなと思って、選挙と同時ね、今度の参議院の場合に、はいはい、今度知事選の時にぶつけるっていうことなんだと思うんですけど、はい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 、それができるのか、まあ、日本もあの制度としては全然できると思います、うん、けど、まあ、やってないのが思い当たるところだと、そうですね、ありましたかね、なんか住民投票 と、選挙が同時にやられてみるって日本だと無理じゃないなんていう声は誰に聞きます、うんうん、小平でも初めは市長選と同時にあの投票をやろうということで動いてたんですけど、はい、やっぱ
ぱりそれをね、やっぱり市長が嫌がったんですよね。投票率が上がっちゃうから。投票率が上がるし、自分の意見と反、自分は当選したのに反対意見が取っちゃったみたいな、はい、いうようなことが起こる可能性もあるじゃないですか。はいはい、多分そういうこともあって、多分ずらしたかったんですよね。だからそういうことで、議会にも、圧力かけというか、うん、議会も舞い上がったんでしょうけど、うん、時期をずらすことで、うん、関心を住民投票の条例が通ったっていうこともあるんですよね。うん、はいはい、まあ、それに関連して、はい、日本だとほとんどの住民投票の直接請求が議会で否決されちゃって、はいはい、行われないじゃないですか。はいはい、そこら辺ヨーロッパだとヨーロッパはもうだいたい規定が決まってて、例えば、まあ、スイスだと5万、例えば議員の決定に反対だと、5万ですね、5万の署名。でも、あ、でもというか、で今度は新しい法律を作ってほしいっていう時は10万の署名が必要なんです。で、まあ、ドイツでも地方自治体ごとにちょっと細かい割合は分かんないですけど、規定があって、それに達すれば住民投票にかけられる。要は常設型住民投票ですよね。その制度が訪れてきた国ではありますね。はいはい、その5万とか10万っていうのは割合でいうと何パーセント？人口が800万人なので、まあ、有権者が700万人だとしても何人？10%になる。10%、うん、10%ちょっとぐらいですね。1-2%。10万人だから 10% は、10%、はいはい、ちょっと、はいはい、